どうもこんにちは、クリエイターのこたです。今日のテーマはこちら、 iPad を理想の手書きデジタル手帳として活用する方法です。皆さんスケジュール管理どうされていますか？今の方法で満足していますか？僕は実はずっと悩んでたんですよね。まあどうやってスケジュール管理をするのがベストなのか。これまで僕はアナログデジタル問わず様々なスケジュール管理ツールを使って試してきたんですが、まあ、どの方法もどこかちょっとしっくりこない感じがあったんですよね。まあでも今年から iPad を使ってとある方法を取り入れたことで、今まで抱いてた不満を全て解消できたんじゃないかと思っています。今日はその方法を皆さんに共有したいと思います。まずはダラダラと話していても伝わらないと思うので、先に実物をちらっとお見せしたいと思います。それがこちらです。表紙をめくると年間カレンダーになっていまして、月をタップすると月間カレンダー、戻って曜日をタップするとその曜日が含まれる週間カレンダーが表示されます。もちろん iPad なんで Apple Pencil を使って簡単に書き込むことができます。撮影した写真を取り込んだり、ネットで拾ってきた画像を貼り付けたりなんてこともできちゃいますよ。しかも iPhone や Mac からも操作ができます。どうですか？シンプルで結構使いやすそうじゃないですか。実はこの手帳、自分で一からデザインして作ったんです。まあ、自分で作ったっていうと難しそうに聞こえるかもしれませんが、意外と簡単に作れちゃうんですよ。プログラミングの知識とかは一切必要ありません。なぜこの方法を取ったのか、どんな感じで使うのか、どうやって作ったのか、この動画で解説していきたいと思います。もし僕が作ったこのテンプレートが気に入ったら、皆さんに使っていただけるようにダウンロード方法についても語っているので、最後までご視聴いただけると嬉しいです。もちろんダウンロードは無料ですよ。まずはじめに、なぜこの方法を取ったのか。その理由は2つあります。1つはデジタルとアナログそれぞれの利点を取り入れたかったからです。僕は自分で言うのもなんなんですが、まあ、かなりデジタル寄りの人間だと思うんです。まあ、でもスケジュール管理だけはどうしてもデジタル一本に絞れないところがあったんですよね。まあ、なぜかというと、デジタルだと曖昧な予定をうまく管理できないからです。まあ、例えばよくあるカレンダー系スケジュール管理アプリだと、まあ、時間とかカチッと決まった予定は最高にいいんですけど、まあ、曖昧な予定って管理しづらくないですか？まあ、例えば注文していた荷物がもし届いたら〇〇をするみたいな曖昧な予定って扱いづらかったりするんですよね。まあ、ことが予定通りに進めばいいんですけど、まあ、何せ曖昧な予定なんで、まあ、ずれる可能性が高いです。まあ、でも大切な予定なんで、まあ、忘れちゃいけないから、まあ、一応うまくことが進む体で登録しておこうみたいなこと、まあ、僕はよくあるんですけど、まあ、やっぱりそういう予定って登録してもうまくことが進まないこと多いんですよね。まあ、そうなると後ろの予定に影響して、まあ、全部をずらさなきゃいけなかったり、まあ、後から設定が煩雑になることが時々発生します。まあ、本当はやりたかったことなのに重要度は低いから再登録をそのまま放置していつの間にかに忘れてしまったり、それを防ぐために別でタスク管理アプリを併用してみたり、なんとももどかしいです。その点アナログはいいですよね。まあ、書式の融通が効くので曖昧な予定を曖昧なままに書きやすいです。打ち合わせ中に思いついたアイデアをさらっと横に書き溜めるなんてこともアナログなら簡単にできますよね。曖昧なことを曖昧なまま管理するって結構大切だと思うんです。まあ、モチベーションとか面白いアイデアって、まあ、意外とこういう曖昧さの中に隠れたりすること多いですよね。まあ、じゃあアナログ手帳使えばいいじゃんと思うかもしれませんが、まあ、アナログはアナログでやっぱりデジタルに劣る部分があります。まあ、コピーペーストができなかったり、まあ、同じことを何度も書かなきゃいけません。予定の検索もページをパラパラして探さなきゃいけませんよね。それと手帳本体を持っていなきゃならないので、本当はその場で決まることも、手帳が手元にないからスケジュール確認してまた連絡しますねなんて二度寝間になることもあります。その点デジタルはデータをクラウド管理しておけば近くにあるデバイスからなんとかなること多いですよね。まあアナログとデジタルそれぞれにメリットデメリットがあります。アナログとデジタルのそれぞれのメリットを両立する方法はないのか、まあ、そう思って行き着いたのが今回の方法です。2つ目の理由、自分好みの書式を使いたかったから。まあ、デジタルにしてもアナログにしてもやっぱり提供されているものを利用するので、まあ、レイアウトやデザインがいまいち気に入らないってことありますよね。まあ、理想のものを見つけるって、まあ、結構大変なんですよね。
まあ、結局好みとか利用方法は人それぞれなんで、まあ、自分好みにしたかったら、まあ、自分で作るしかないかなとも思っていたんです。まあ、とはいえ大変なのは嫌なので、まあ、できる限り手間のかからない方法があったらいいなと思ってたんですよね。まあ、そんな思いも今回の方法でちゃんと叶えることができました。ここまでいろいろ理想の手帳像を語ってきましたが、ここからは僕が作った手帳をじっくり見ていただきましょう。まあ、よかったらダウンロードして使ってみてください。今から説明する手順を踏んでいただければ皆さんも使うことができますよ。今回僕が理想の手帳を実現するために選んだアプリは GoodNote5 というアプリです。このアプリは Apple Store の iPad デモ機にもインストールされている有名ノートアプリです。 App Store からダウンロードしましょう。iPhone、Mac からも使いたかったら同じように App Store からインストールしておいてくださいね。 GoodNote5 の魅力を簡単にまとめると5つです。1つはアナログライクな UI でまさにノートを使っているような感覚で使えること。2つ目、シンプルでありながら必要十分な手書きツールが揃っていること。3つ目、解像度が高いから細かく書けること。4つ目、iCloud 連携でデバイスを超えて使うことができること。そして今回重要な5つ目、自分好みのオリジナルノートが簡単に作れることです。それでは僕が作ったオリジナルテーマを読み込んでみましょう。概要欄のリンクからダウンロードページにアクセスします。ダウンロードボタンをタップして、アドレスバー横の共有ボタンをタップします。その中から GoodNote で開くを選択します。保存したい場所を選んで新規書類を読み込むをタップすると、 GoodNote に僕が作った手帳テンプレートが読み込まれました。これで手帳として使う準備が整いました。簡単ですよね。ちなみにもし iPhone、Mac でも使いたかったら、ホーム画面の設定から iCloud の設定をオンにしておいてくださいね。まあ、こうしておけば iPhone、Mac からも同じノートを使うことができます。その他の設定は特に必要ありません。それぞれのデバイスを開くとすでにノートが共有されているはずです。続いて具体的な活用方法です。今回僕が用意したレイアウトは全部で3つです。年間カレンダー表示、月間カレンダー表示、週間カレンダー表示。たくさん予定を書き込んでも見にくくならないように、デザインは機能性を保ちつつもできる限りシンプルにまとめました。まあ、ちゃんと日本の休日にも対応させています。まずは年間カレンダー表示の紹介です。年間カレンダーは手帳のナビゲーションを兼ねています。月をタップすると月間カレンダーへ、日付をタップすると週間カレンダー表示に移動することができます。各ページの右上に配置されているホームボタンをタップすると年間カレンダーへ移動することができます。このページを起点にするとどのページに行くにもスムーズです。これでページをパラパラしなくて済みますよね。もちろん iPad なんでペンを使えばどこにでも書き込むことができます。ちなみに編集モード中はワンタップでは移動ができないので、長押しして移動するかプレビューモードに切り替えてから移動してください。続いて月間カレンダー表示です。月間カレンダーの各コマは余白を大きく取っています。早速ここに予定を書き込んでみましょう。もちろん iPad なんで Apple Pencil を使って書いていただいてもいいんですが、文字を打っておけば後から検索がしやすいのでおすすめです。あと文章の頭に何かアイコンをつけておくと見やすくなりますね。僕は丸で統一しています。可愛らしいのがお好きでしたら、 Apple デバイスには可愛い絵文字がもともとプリインストールされているので、この絵文字を使ってみるのも華やかになっていいかもしれませんね。試しにちゃんと検索できるか見てみましょう。左上の検索から社内会議と、ほらこんな感じでちゃんと検索に引っかかりますよね。デジタルなんでコピペもちゃんとできますし、予定がずれてもこれだったらずらしやすいですよね。日にちをまたぐ予定も Apple Pencil を使ってこんな感じで蛍光ペンで線を引いておけば分かりやすいです。ガイドページに僕の推奨する文字カラーや蛍光マーカーの色を記載しているので、それをコピペしてカスタムカラーに登録しておくと僕が思い描いた手帳の完成です。
もちろん好き嫌いあると思うので、ここは自分好みに自由に使ってください。続いて週間カレンダー表示です。週間カレンダーはページの上部がタイムラインになっています。予定を書き込んでみましょう。ノートのエリアはフリースペースなんで、その週のタスクとか思いついたアイデアを書いておくといいかもしれませんね。あと GoodNote 5は簡単に画像を取り込むことができます。例えばガイドページにある僕が作った付箋ステッカーを取り込んでリストを作ったり、ウェブで見つけた行きたいお店の情報なんかをメモしたり、こういうアナログライクな楽しさを簡単に取り入れられるのは iPad ならではの良さですよね。iPad にはカメラがついているので、ちょっとした情報をメモ代わりに貼っておくっていうのも便利ですよね。どうですか？結構使いやすそうじゃないですか？もし気に入ったらダウンロードして使ってみてください。最後にどうやって作ったのか簡単に触れておきたいと思います。作るの難しそうに見えたかもしれませんが、プログラミングなどの知識は一切必要ありません。ただテンプレートとなる PDF を読み込んでいるだけです。 PDF ファイルだったら皆さんも馴染みがありますよね。使うツールは Word でも Excel でもイラレでも Google スプレッドシートでも何でも構いません。あとは作った PDF を GoodNote に読み込むだけです。一旦 GoodNote にテンプレートとして読み込んでしまえば、デジタルの恩恵がしっかりと受けられます。アイデア次第でいろいろできそうですよね。ぜひ試してみてください。このチャンネルではデザインやクリエイティブに関すること、テクノロジーやガジェットなどについて発信していきたいと思っています。いいね評価、バッド評価、どちらでも構わないので、下のボタンで評価いただけると嬉しいです。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。